現代の世の中は早いペースで生活するよう人を追い立てます。やるべきことは絶えず増えるばかりです。誰もが心の奥で平安で静かな酒どころを持つ必要を感じています。時間に追われる生活に備えるために、出発点に立ち戻り、気持ちを入れ替えて充電することのできる場所が必要なのです。平安を得るための理想的な場所は家庭です。そこは私たちが主イエス・キリストを中心とした生活をするために最善を尽くしてきた場所です。ふさわしい親権者である父親と忠実で献身的な母親が協力して家族を義のうちに導いている家庭もあります。多くの家庭は家族構成が異なります。しかし状況の違いにかかわらず、私たちは自分の家庭と生活を主イエス・キリストを中心としたものにできます。主はこの世における誠の平安の源でいらっしゃるからです。